こっさんよ、聞いてくれ。どうも、ある東大生実況者旬です。今回はですね、ドラゴンクエストタクト実況者のあの有名配信者こっさんさんがですね、まあ炎上したらしいので、まあそちらについて、まあなぜ炎上したのかとか、あとまあこっさんがね指摘したことをまあちょっと深掘りしていったり、まああと僕の意見とか、まあそれぞれ語っていこうかなというふうに思っております。それでは早速やっていきましょう。まずはですね、まあこっさんがまあ炎上したらしいと、まあ視聴者から小耳に挟んで、まあ動画見てみたんですけれども、まあですね、動画というか、まあ炎上した動画はこの下の動画で、ドラケータクトガチャの光と闇ということで、ドラケータクトさんセルランからやばい匂いということでですね、まあ要点を言うとですね、まあ周年にまあ売り上げが集中しすぎで、まあ要するに今みたいな時期ですねには売り上げがそんなに上がってないよねと、っていうので、まあドラケーモンスターズスーパーライトというゲームをやっていたらしいんですけれども、それでもまあ周年にですね強いキャラがいたので、まあ周年にね売り上げが集中、まあ一点集中するとまあ結構危ないんじゃないかみたいな、まあそういうお話をしていましたね。でそれに対して、まあまあみんなうっすら多分感じてたことというか、まあ魔剣士ピサロ勇者ロト、さえいればどうにかなるっていう、まあどうにかなるっつったらまたちょっとね大げさなんだけれども、まあプラスダイスラ少年テリーセラフィあたりさえいればまあどうにかなるって言っても過言ではないのかなっていうふうに、まあ僕自身も思ってますね。はい、うん。まあ変なこと自体言ってないなっていうふうに思うんですけれども、その後にまあ釈明動画、これ後でまあ解説しますけれども、釈明動画を出すほどまあ一応炎上したということで、まあその炎上してる内容っていうのはどういう感じかといったら、まあこういう感じですね。これ結構驚いたんですけど、この手の動画を出すと無課金が言うなと必ず言われると。まあまあ、要するに無課金が、お前課金してもねえくせに売り上げについて語るなみたいな、まあ結構、おーっていう内容ですね。はい。ご自身の立場をよくわきまえて発言してください。あなたは現状フリーライダーに他なりませんよ。今日から課金して3アリ貫突目指してください。15万とりあえず課金しろと。こっさんの動画いつもと違って途中で見るのやめました。普段から上からしか物が見えないからこんな動画作っちゃうんだろうな。再生回数も厳しい中、いろんな変化球の動画を出して試行錯誤してるのはわかります。ただ無課金の人は出せる動画と出せない動画があると思いますので、アップロード前に一度冷静になって自分の立ち位置に合っている動画なのか確認してみるといいと思いますよどの口が言ってんだっていう風に思っていて、まあこういう内容っすね。で、まあ僕自身もちょっと売り上げについてちょっとだけね、まあこっさんの意見を受けて解説していこうと思うんですけど、まあこれね俺意識しなかったんだけど、なんとね去年よりもこれイメージと違って今年の方が売り上げを上げていると。これ面白かったっすね。へーってまあ確かに2周年の時とかの盛り上がり方は去年のねドリアムの時よりは全然盛り上がってたイメージなんですけど、まあそれでもトータルでは負けてんのかなと思ってたんだけど、やっぱ魔剣士ピサロとか、まあここら辺強いですね。魔剣士ピサロと少年テリーあたりですかね。であと一撃なんちゃらガチャであったり、ゴールデンウィークガチャと勇者ロと等々は強いと。ただねこれ見たらわかる通り、その後ですね、要するに9月以降っていうのがはちょっと負けちゃってるってのが現状ですね。はい。でまあ12月は一応まだわからないので、一応9月から11月というちょっと分かりづらい期間なんですけどの売り上げってのは、まあ去年よりは一応負けちゃってると。うん、2022年ってのは 18.11 億円と。で、2021年が 18.36 億円ということで負けてるんですよね。まあただそんな変わらないじゃんっていう人もいるかもしれないですけど、やっぱ去年以上にこうガーって売り上げが上がってたし、ユーザーっての増えてたのに2周年で。で、しかも、今年っていうのは、闇鍋がですね、まあめちゃくちゃお得なガチャっていうのがめちゃくちゃ追加されて、まあ例えばシルバーウィークキャンペーンとかですね。はい。これマックス100年できたんだっけ？あんま覚えてないけど。プラス、ハロウィン記念スペシャルスカウトガチャと。まあこれもですね、まあスタミナすごい必要な中、ハロウィンクッキーとかもらえたりだとか、まあ優勝で、もらえると。まあダイスラ確定とかで交換できるみたいな、まあお得な部分はあるし、ブラックフライデーも。なんとね、あの勇者ロトが、もう、すでに闇鍋ガチャ落ちしたと。で、一方で、2021年の9月から11月っていうのは、まあ、大々のイベントと、あとはですね、ドルマゲスとゼシカっていう、そこですね。はい。で、負けちゃってるっていう。まあ基本的に売り上げ見ると、まあ全体的に売り上げ上げてるって感じだね、21年の方は。うん。で、22年の方は僕は、まあ割とね、1週間ぐらいの単位で売り上げ追ってるんですけど、基本的に、これやばすぎでしょ、低すぎでしょっていうなった時に、大体ね、週末とか月末か、月末に、そのシルバーウィークとか、あるいはハロウィンがこれ10月27ですかね。で、ブラックフライデーが11月25ということで、まあ月末にあるんですよね。それまで、いや、今月やばいだろみたいな、過去最低また更新するぞってなるんだけど、闇鍋でギュって伸びて、ようやくその例年の水準に、
なんとか保つことができてるっていう。もうそれまで、要するに常設はマジで終わってるっていう感じなんですよね。はい。なんで、まあ、コスさんのね、タクトの売り上げがやばいっていうのは、コスさんの動画曰く、で、これはもう非常に正しいと思うんだけど、周年キャラが強すぎてイベントガチャを、まあ、イベントガチャっていうのはわかりますよね。まあ、今で言うバーバラみたいな。まあその期間限定のまあ3万円でまあ一体引けるか引けないかみたいなガチャっていうのはもう引く価値がやっぱ薄くなってきてると。でまあこれコスさんの指摘で、でこれ何が問題かって言ったら、まあ例えば 2.5 周年でまあ何が来るか分かりませんけど、勇者例えばソロとか、まあ勇者アベルとかなんかまあね4か5の例えば勇者が来るとするじゃないですか。でそれでまあ当たり前だけどその5位みたいな引きをする人はいるわけですよ。どうしても10万課金したけど一卒しかできませんでしたみたいな人も当然出てくるわけですよね。はい。で中にはまあ3万課金して、みたいな、まあ1キャラも、まあ 3万だったら1キャラ、3万だったら1キャラも出ない可能性あるか。3万課金して1キャラも出ませんでしたみたいな。何も引けませんでしたみたいな人もいるわけで、そういうゴミ引きした人が、まあ引退する原因になっちゃうっていう、それ強すぎるから。そこに偏るから、そこでそのガチャとの相性の悪さですね、確定で引けないから、そこで調べれちゃったら、もうじゃあいいや。もうタクトしなくていいやみたいな、これ神がみたいなね、そういう風に神がもうタクトを引退しろと言ってるんだなっていう風にね、関係ないことをね紐付けちゃう可能性ってのは十分ある。プラスですね、やっぱ闇鍋というね超、まあこれは僕の意見ですね、闇鍋という超お得セール、半年でまあ最大でまあ、半年間でそんな落ちるんですよ。まあ勇者ロトとか半年も経ってないよね、3ヶ月ぐらいかなぐらいしか経ってないのに、まあ 90% 減ですよ。はい、1枠から引くのが3万ぐらいだったのが、まあ10連で1枠確定とか、まあそのぐらいまではなってくるっていうことですね。はい、ぐらいでまあ去年とまあ違ってそういうことをお得なことをやっているのに売り上げが伸びてないっていうところは結構これギリギリじゃねっていう、闇鍋なかったらもうダントツで負けてるよねっていう、それってちょっとやばいんじゃねっていう風な感じですね。はい。でまあしかもそうやってまあお得なことをこうやってね、まあいわゆる周年キャラであったり闇鍋があるっていうことはどういうことかって言われたら、まあいわゆる今でいうバーバラを引く価値っていうのがないないんすよね、マジで。で僕も引かなくなったんですよ。だから結果として、なんか、価格下げっていうのだったり、まあ、あるいは価値をめちゃくちゃ上げるってことをやることによって、まあ、その、なんだろうな、価格は、なんか、どんどんデフレみたいな感じなのに、キャラクターはインフレしちゃってるっていう、なんか、っていう状況なので、まあ、通常のキャラは引かなくていいかなって、どうせオワコンになんだろう、すぐっていう風に、まあ、なっちゃってるっていう風に思いますね。はい。で、ですね、まあ、コスさんが、まあ、すごい叩かれてたんだけど、俺的には全く理解できなくて、で、なんかその、コスさんが売り上げに貢献しろとか、どうのこうの言われてたんですけど、ドラクエタクトの売り上げを上げる仕事っていうのは、そのコスさんの仕事じゃないんですよね。コスさんが3000円課金しましたってなったところで、じゃあ売り上げ上がったかって言ったら別にそんなに、はした金というか誤差ですよ。一人の人件費も、その賄えない程度しか、一人の課金でね、そんなりませんから、急にね、その何百万月に課金しますとかだったら、それはいいですけど、そういう風になりませんから、うん。まあ無理ですよ、そんな。マジで。はい。で、プラス、だから、まあ、簡単に言うと、だからそういうコスさんみたいな無課金の人を運営は課金をさせるように仕向けるべきなんですよね。まあ、この間5月ぐらいになった一撃なんちゃら、かんちゃらとか。まあ、運営はね、うん、それで炎上するかもしれないと思ったらしいんですけど、どう考えてもユーザーにとって有利なわけで。まあ、そういうのをガンガン増やしていった方がいいし、まあ、実際5月は売り上げ上がってましたしね。はい。で、しかもまあ、無課金はじゃあお客さんじゃないのかっていうふうに思って、考えたときに、まあ、それはね、見込み客と、まあ、将来ね、お客さんになる可能性があるわけじゃないですか。まあ、ブックオフとかもそうですよね。立ち読み無料でさせますけど、別になんで無料で立ち読みさせるかって言ったら、別に事前事業でやってるわけじゃなくて、まあ、それが読んでよかったら、じゃあちょっと買おうかな、みたいな。家でもう一回読みたいから買おうかなってなる可能性があるから、無料で、ああいう風な形にでやらせてるわけでしょ。はい。で、やっぱ個人的にはやっぱタクトの、まあ、課金層の気持ちっていうのは、まあ僕はね、結構課金してる方ですけど、それでもやっぱ理解はできますよ。まずやっぱ、まあね、インフレって言ったけど、まあインフレが進んでどうなったかって言ったら、まあやっぱ3凸ぐらいしとかないと、基本的なキャラクターはね、もちろん少年テリーぐらいかな、今だったら。ぐらいだったら、まあ1凸でも十分強いですけど、そうじゃないと、まあ3凸ぐらいしとかないと、お話にならないわけですよ。で、ソガスタートラインの現状知ったら、なんか課金するのがね、億劫でちょっとね、手出せないっすよ。例えばバーバラとかも3凸、2凸のバーバラ使いますかって聞かれたら、いらないよ、みたいな。3凸がスタートラインで防御タイプだから、あれ貫凸がまあ必須とは言わないけど、まあ貫凸でしょ、普通って。なんでみたいな感じだから、15万とりあえず用意しろって、まあそれはその額知ったら、ちょっと億劫になるのは当然だし、で、プラス、まあ手形っていうのが一番ね、めちゃくちゃコスパいいんですよね。なんかね、いつだったかな、忘れたんですけど、去年ぐらいに、なんかそのね、ユーザーの、まあ手持ちを確認するみたいな配信やって、それでその課金額
と、まあ、手持ちのスクショを見せてもらうっていうのをやったんですけど、そしたらね、手形だけ課金してますっていう人と、無課金ですっていう人でめちゃくちゃ差あったんですよね。手形以外は課金してませんっていう人で。そんぐらい 手形ってめちゃくちゃコスパイン良くて、で、なんかコスさんはね、なんかその後ですね、なんか3000円課金しようかなみたいな、優勝引こうかなとかって言ってたんですけど、それだったら手形した方が、550円かな、した方がめっちゃコスパいいんですけど、まあ、それも多分ね、無課金の人からすると、あ、分かってないというか分かりづらいんだなーっていう風には思いました。めちゃくちゃコスパいいっす、マジで。はい。で、例えばですね、まあ YouTuber とかに例えると、まあ顧客は基本企業なんですよ。要するに僕もお金 YouTube からお金もらってるわけで、じゃあそれどっからもらってるかって言ったら、まあ広告費という形でもらうのが大半で、じゃあ広告費ってまあどこから出てるかって言ったら、まあ企業からですよね。はい。まあみんなも多分この動画見るときにゲームの会社のね、なんかほら来てる。出たりとかね、広告出たりすると思うんで、基本的に企業からお金もらってて、じゃあ視聴者からお金落としてもらってるかって言ったら、落としてもらってないんですよね。で、一応そのスーパーチャットっていう形で、落としてもらう可能性っていうのがあるから、まあ見込み額なんだけど、まあその額とかを考えると、そんなにまあ落としてもらってないと計算すると、それは広告が 99% ぐらいですよ。大半ですよ、はっきり言って。はい。で、ただ、それでも、まあ一応ね、まあスーパーチャットしてくれる、まあ客になり得るわけだから、まあ批評、まああるいはね、その企業になんかあってて、企業案件振ってくれるかもしれないし、そういう意味では、まあね、まあ俺の動画っていうのを、まあそのね、将来お客さんになってくれるかもしれないから、まあ批評する権利ぐらいは持ってるよねっていうふうには僕は思ってますよ、はっきり言って。別に権利は持ってるっていうか、まあ勝手にね、批評ぐらいすらいいじゃんっていうふうに思ってますね。いや、それはそうなんですよね。まあ、視聴者全員が、例えば毎月僕に100円ですね。100円落としてくれるだけで。いや、マジで半年で1億稼げるんですよね、これ。計算してびっくりしたんだけど。1億以上余裕で稼げるんで。いや、だから、まあまあ、そんだけみんなは、まあ、ただ乗りしちゃってっても、まあ、それでも俺の動画とか買った方が勝手に好き勝手、なんか、いや、こいつこの動画こうだなとか、ああだなとか、まあ思ったり、まあ、あるいはコメント欄で書き込んだりとかも全然してると思うんで。で、それがじゃあダメかと言われたら、いや、まあ別にいいんじゃ、まあ別にいいだろって。いうふうに思うんで、まあそれと一緒のことなんじゃないかなっていうふうに、まあ僕は思いますけどね。はい。で、やっぱ今のそのトレンドのこと考えたら、いや、ちょっとね、古臭いな、金落としてるのが偉いみたいな、言うんだけど、まあトレンドっていうか、もうこれもね、結構古いんだけど、まあね、いかにその集客できるかみたいな、まあ YouTube とかまさにそうだし、まあ Google とかも、まあ GAFA とか基本そうだし、まあ Apple は違うか。まあただ PUBG とか、あとまあ Fortnite とか Apex とか、もうまあ基本無料じゃないですか。で、まあそこで、じゃあどうやってお金稼いでるのかって言ったら、なんか付加価値ですね。まあなんか、まあいわゆるアバターとかですかね、ぐらいとか、まあ武器のなんか色違いとかそういうので、なんかお金を稼ぐだとか、まああるいは、まあ無課金からお金が欲しいと。例えばコスさんから、まあ上が本気でお金取りたいって思うんだったら、だったら別に広告流しはいいだけで、うん。で、ドラケンウォークとかが、まあ、広告流して炎上してたんですけど、まあ、それはですね、まあ、正直言って、その課金してる層も広告、まあ、見る義務というか、見なくてもいいんだけど、まあ、見た方が得だよねってなってるから、うん。まあ、それだったら炎上するのはわかるんですよ。例えば、タクトで、なんか、毎日、なんか、その、広告見たら、なんか、ガチャが一連に引けるとかだったら、まあ、それはやった方がいいじゃないですか。でも、それはめんどくさくて、なんで課金してるのにみたいな。ガチャ引かなきゃいけないんだよ、みたいな。っていうのが、まあ、すごい嫌かなっていうふうに思うんですけど、まあ、ただ、まあ、例えばストーリーとか、まあ、スタミナ使うところで死んだ時の復活する時とかに、まあ、広告見たら、なんか復活できるよとか、まあ、その程度だったら、まあ、別に炎上しないんじゃねっていうふうに思うし、まあまあ、まあまあ、他にも、ね、手が掛かってない人は、みたいな。まあ、超早いにできるけど、超早いにするときに広告見なきゃいけないとか。うん。まあ、そんなのがあれば、まあいいんじゃねっていう。まあ、ね。その、課金してる人は広告見ないで済むような形にさえすれば、多分炎上しないはずというか、しないと思うんで。うん。まあまあ、そうやってやっていけばいいだけの話なんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ、それをするしないは結局、そんなに全然難しくありませんから、まあ、どちらかというと、上の課題であって、うん。まあ、みんなが、なんか、なんかっていうか、まあもう課金の人に課金させる方法って今たくさんあると思うんで、そんなに気にしないでいいというか、課金だから偉いとか、課金だから偉くないとか、そういう考え方はちょっとないなっていうふうに思いますね。はい。で、一方で俺的には理解できなかったの、補足動画の方は正直言ってちょっとよくわかりませんでした。はい。で、なんでかって言ったら、まあ、こっさん、1から3は、まあ、こっさんの意見なんですけど、まあ、あの動画を出した理由っていうのは、まあ、伸びると思ったからだというふうに言っていて、うん。で、まあ、これはちょっと、まあ、丸1は全く理解できませんでした。はい。で、丸2の、まあ、無課金の理由は、自由に使えるお金が、まあ、ないからと。うん、まあまあ、これはね、各家庭の事情があると思うん
本で、僕が、まあ、立ち入る話でもないのかなと。で、丸さんのでも、来年からは、ちょっと課金してみようかな、みたいなことを言ってました。で、一層さんはちょっと理解できなくて、で、なんでかって言ったら、まあ、丸一が、まあ、特によくわかんなくて、まあ、動画を出す理由ってのは、それは、まあ、例外なんかなく、伸びると思ってるから、出すんですよ。これはいけるだろうって思って出して、まあ、それで伸びないときはさ、ショックだけど、うん、っていうお話で、伸びると思うから出すってのは別に他の動画とかもそうですよね。はい。で、例えば僕とはマユシャン・ルシアのガチャとか、まあ昨日出そうと思ったら出したんだけど、まあ、マユシャン・ルシア持ってないんですよ。まあ初めてというかもう、ここら辺でね、僕は全キャラ集めるのやめたガチャがマユシャン・ルシアで。あ、まあちょっとこれあれだなって。まあ完登しないと使えないの分かってたんで。まあ、ちょっといいやっていう感じですかね。はい。で、まあ、動画にしようとしても、まあ、ガチャ当たんなかったら、ちょっと何にも有益な情報出せないし、うん、まあまあ、エアプで語ってもしょうがないから、使ってる画面ってのもちょっと出せないし、みたいな、そんなメッセージとかも特にないから、みたいなね。ちょっと面白くねえな。てか、大半は少年的で代用聞くからそっちでいいじゃんっていうのが、まあ、俺の正直なところだから。なので、まあ、ちょっと難しいというか、まあ、伸びないだろうなと思ったから、昨日は動画で、マユシャンルシアを引かなかったんですよ。うん、で、まあ、なんで、コスさんがあの動画出した理由っていうのは、まあ、売り上げやばいよねって思ってるのは、これスーパーライトと同じ道、辿っててやばくねって思ったから出したんでしょっていう、ふうに思うし、まあね、光と闇って、ガチャの光、じゃあ何だっけ、セルランの光の闇とかっていうタイトルだったと思うんで、まあ、その、いいところと悪いところあるよねっていう。ふうに思ったから出しただけで、みたいな。まあ、それはね、うん、まあ、嘘は言ってないんだけど、なんかちょっとずれてる感じはしました。で、あとは来年から課金しようかなっていうのも、これ、視聴者から言われたから課金するってのは、俺は間違ってると思ってて、まあ、そのね、課金する要素として、要素っていうか、その、やっぱ自分で決めるべきで、まあ、その理由の、なんか一つというか、なんか、まあ、参考にする程度だったらいいと思うんですけど、それは例えば視聴者からね、まあ、それはね、実況者だったら、誰もしもあると思うんですけど、こういう動画出せ、ああいう動画出せ、みたいなこと言われると思うんですけど、で、もちろんその参考にするというか、まあ、なんかある程度、ああ、そうなんだな、ぐらいなんだけど、だそれ動画出す理由が、やっぱ視聴者から言われたから出すかって言われたら、それはやっぱ自分で伸びると思ってるから出すわけで、うん。で、やっぱ課金する理由ってのも、無理やりなんか探してる感、えぐかったから、なんかネットフリックスかなんかに課金してて、あれが毎月1000円だから、みたいな。で、まあ、タクトはその、1点何倍ぐらい面白いから、だったら月2000円、3000円ぐらい課金していいのか、ただ優勝10連だから、どちらこちらとか言ってたんだけど、そうじゃなくて、欲しいと思ったから、課金するっていう風にしないと。ちょっとそのなんかお金の使い方ってのは、なんか、人から言われたからお金使うってのは、まあ健全じゃないなっていう風に思いますね。はい。で、まあまとめとしては、まあ正直、僕はこの傾向というか、まあ考え方ってのは間違いだと思ってて、で、なんでかって言ったら、やっぱ課金額で声のデカさが変わるとか、課金してたら、なんかね、売り上げに物欲しいとか、まあね、課金しなかったら売り上げに物欲しちゃいけないとか、じゃあいくらまでだったらいいとか、まあそこら辺ってよくわかんないわけで、結局、まあ自分たちのその、なんとなくの基準で決めちゃうのは良くないなという感じで、まあこれが、まあいわゆる PVP の八百長も一緒で、まあその八百長をしてた人たちってのは、まあ多分というか、まあタクトに対してですね、まあ年間1000万ぐらいね、課金してる人もいるわけですよ。レジェンド行くってのはね。で、ただ、まあ、数百万から1000万程度でしょう。で、まあ、ね、そういった人たちが、なんか特別扱いされ、特権階級みたいな感じで、俺たちは、偉い、レジェンド行った特権だみたいな感じで言ってる人もいたんですよ。八百長するのは、八百長できる。そもそもできるのはレジェンド行ってないとできないわけで、レジェンド行けるってことは、何百万課金してるってことで、だから許されるんだみたいなこと言ってて、まあ、最終的には無理かぶち切れられて、でもあれも、その普通だったら一発万なんですけど、一発万なかった時点で、まあ、ある種の特権階級なんですよね。で、他にも、なんか、ランキングのなんか売り上げじゃねえな。なんか、総合戦闘力1位の人は、なんか、ちょっとね、誰かを誹謗中傷するような名前に明らかにしてて、うん。でも、それをバンしないんですよね。まあ、明らかに規約違反してるんですけど、バンはしないと。で、なんだっけ、ゾーマのなんちゃらキャンペーンとかで上位100人乗せるみたいな、名前乗せるみたいなやつなんですけど、それで、なんだっけ、まあ、そのね、誹謗中傷する名前が載ってて、いや、これダメだろって言っても、まあ、何もしなくて、で、その後ですね、バハムトで似たようなイベントがあったんですけど、じゃあ、それどうしたかって言ったら、その名前乗せる方をなくしちゃったっていう。まあそういった特権階級が生まれるとやっぱりなんかね普通のユーザーはどう思うかっつったらそのゲームの上位層ってダサいよねみたいな感じで思うと思うんで長い目で見ると本当に最悪でだから PVP がいまいちやっぱ盛り上がらないその理由の一つはやっぱ八百長があったってのは今でもありますよレジェンド行ったってみたいなまあそれ八百長でしょみたいないうのは正直ある尊敬できないでやっぱ
やっぱりその良くないなと思うのは、個人的にはやっぱ上がユーザーの意見聞く気がないっていうのが最悪だなっていうふうには思いますね。まあ売上どうこうっていうのも、例えばですね、まあ結局ね、こんなことを言ったって、これ皆さん多分ほとんどの人知らないと思うんですけど、なんとアンケート企画というのが実施中で、で、これドラケータクトなんですよね。ドラケータクトに対するアンケートなんですけど、タクトからの告知っていうのはほぼないと。まあ、なんか一応公式がなんかリツイートしてたらしいんですけど、これ知ってる人いましたか実はアンケートあったんですよね。はい。はいっていう。はいっていう。で、これを普通にゲームから、なんか、ゲーム、だってこれ Android かスマホってなってるから、普通になんかゲームからアンケート答えられるようにすればいいのに、多分そのね、アンケートをしたってどうせユーザーの意見聞く気ないから、こうやってなんか秘密裏というか、ちょっと隠して、やったんだろうなって、ゲーム内からできるようにすればいいじゃないですか。ちゃんと告知して。なんで告知ちゃんとしないのっていう。まあこういうとこっすよね。まあいいねの数とか見ても108件で、18の引用リツイート、46のリツイートの時点で、まあね、で、16日に、まあね、つぶやいて、18日までってことで、まあ全然答えられてないわけで、あんまり聞く気がないっていう、まあそっちの、問題点の方が多いし、やっぱ売上動向については、こっさんの仕事じゃないですよ。当たり前だけど。ということで、まあ今回の動画はまあこんな感じで、まあ思いますね。はい。まあ皆さんはどう思いますかね？無課金は黙ってろと思うのか、いや、それとも無課金も声上げていいのかって。まあ僕自身はやっぱ無課金がいないと、ゲーム自体がどんどん盛り下がっていく一方だと思うし、廃課金の人たちも基本的に見えなんですよ。見えて課金してる人ね。そんな毎キャラ貫突する価値なんかないに決まってるじゃないですか。ないじゃん、実際。でもなんであの人たちが貫突してるかとか、まあ、例えば僕とかも途中まで S ランクあれやってたんですけど、なんでかって言ったら途中でいらないキャラも、まあやってたのは、まあそれ動画にするためとか、まあかっこいいかないか。あるんですけど、やっぱちょっと見えの部分も正直に言うとありますよ。ただ、やっぱ人がいなくなるとそんなね、人がいないところで見え張ったってしょうがないから。そういう意味でもやっぱ人を集めるっていうのはすごい大事だと思うし、課金の意見っていうのもやっぱ俺はすごい大事にするべきだなっていうふうには思いますね。全部か全部聞けっていうことじゃないんだけど、意見言うなとは思わないっていう話ですね。はい。ということで、まあ今回の動画、まあ、皆さんどう思うかぜひコメント欄で書いてください。まあ今後もこんな感じで発信していくので、もしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね。